落ちとかも言ってたじゃねえか。あいつハーブとかアロマの専門家だろ、元は。じゃあ、ハーブとかアロマで、農薬は使わないで、虫退治できるじゃねえか。言ってきたら。いないんだよ、そんな。友達いるんでしょ。ああ、いるいる、スピリ系な。アスピリン系か。違えよ。あ、かもな。俺たち大体スピリン。東京人のイメージでございます。遠からずと言うどっちかから知らんけど。な、ほんで、じゃあ分かった、行ってくる。やりがいあるよね。で、あの、農薬の代わりにハーブ使ったらどうですか。ああ、ハーブならそこ育ててるよ。じゃあ、使わないんですか、農薬の代わりに農産物に。え、ああ、これ売り物だ。なんか一部をって。いや、だから、そばに植えてるんだよ。あ、そうですか。じゃあ農薬いらないんですか。ほぼいらねえな。なんだ、じゃあ安心ねって入ったら、あ、かゆく。なんでハーブ植えたんだ、かゆいの。ちゃんちゃん。わかるやろ、ハーブやってる人は。あ、ガーデニングやってる人はわかるやろ。じゃあガーデニングやってないタイプの、ハーブとかアロマの研究家は、わかんねえのかな。いどこだどこだ。じゃあ、その次の、今の命題1の、回答してください。実際に、解決してみてください、今の問題、実地で。あの、提案です。で、第2、2つ目の命題になる提案。それはね。じゃあ、その、ハーブ製剤を使いましょうよ。なんだそれ。ハーブ製剤ですよ。とか、ハーブの、あの、農薬の代わりに、なる、薬ね、ハーブで作った薬のことだろうって。使ってるよ。じゃ、それ巻かないんですか？いや、風呂に入れてる。だから、それもっと巻きましょうよ。たくさんいるんだろう。たくさん作ったらいいって。それがちょっと問題あるんで。なんでですか？知らねえけど問題あるんだよ。言えねえけど、知らねえけど、わかんねえけど。どういうことですか？ちょっと検索してみよう。ん？ああ、化粧品に関する。薬事法。あ薬事法に引っかかるんですか？ああ、それで。あ、じゃあ買えばいいじゃないですか。その薬事法に引っかからない会社から。うん。ねえよ。いや、ありますよ。いや、金ねえよ。どんだけかかるんだよ。売れなくなるじゃん、高くなった野菜が。いや、そこ努力しましょう。もっと頑張って、コストダウン。あ？お前がコストダウンしろよ、カット。わざわざ来なくていい、そこコストダウンしろ。あ、そっか、そういうお薬を買って使ったら、高くなるんだ、あのお答えが。お答え。お野菜が、お米が。あ、そりゃそうだよ。いや、買わなきゃいいじゃん。いや、だから買わなきゃ使えないって。薬事法があるから。お前が今言ったじゃないか。政府が悪いんだ。助けて。お前人のせいにしかしないのか。鍵かっこ入れておこうか。私、アメリカ農産物食べます。さよなら。